Thank you.
持ってきてくださったのですね。ありがとうございます。あら、たくさん取ってきていただいたのですね。余った材料は私たち薬屋に持ってきてください。調合して新たな道具にして差し上げますから。はい、これだけあれば以前のように薬をたくさん作れます。旅には何かと入り用でしょう。ぜひ買っていってくださいね。これじゃ立ち往生だ。
せんのか。ありがとう。ただとはいかないが、安くしてあげるよ。いかがいたしましょう。ありがとうございます。いかがいたしましょう。他にご用件は？いかがいたしましょう。喜んで。喜んで。
他にご用件は？またどうぞ。通行手形を改める。手形のないものを通すわけにはいかん。何の真似だ。横浜に入られたイータイローより警備を厳重にせよとのお達しだ。愚弄するなら切り捨てるぞ。お主のような浪人を相手する暇はない。近くの村で尋ねるがよい。おいおい、うん、
そこのあんた、こっちじゃよ。何の用かの。ゆっくりしていきなされ。ゆっくりしていきなされ。まだ何かあるかの。ゆっくりしていきなされ。あいよ。あいよ。気をつけて帰りなされ。ありがたい。おかげで命拾いしたわい。地獄に仏とはこのことじゃ。この村の長じゃよ。村のものを根こそぎ奪われ、もうおしまいじゃと思っておったが、あんたのおかげで皆も戻ってきた。これでなんとか村も立て直せるじゃろう。おお、そうじゃ。村を救ってもらった礼をせねばの。実は丘の上の洞窟に賊どもが奪ったものをため込んどる。そこに行けば何か一つぐらいあんたの気に入るものがあるかもしれん。どうじゃ。すまんが、この老体ではちときつくての。何、行けばわかる。あんたも大方関所を通れず難儀しとったんじゃろう。そのための手形もきっとある。通行手形がいるならば早く行くことじゃ。浪人は大抵あれを欲しがっとるからの。いらっしゃい。どんな用だい？よし、来た。
どんな用だい？それじゃあな。邪魔してただでいいと思うね。うわっ、なんだ、邪魔がしたのか。
構わん、そやつも切ってくれる。誰じゃ、おまんまが悪いの。クロスからは逃れられない。しつこいやつらじゃ。ふう、おまんも何やら訳ありのようじゃの。そうじゃ、チックとわしに付き合え。こっちじゃ、こっちじゃ、ほら。出口はこっちじゃ。風を感じる。わしの短銃いいじゃろ。上海帰りの友達にもろうたんじゃ。黒船が来てから世の中大きく動きよる。侍の世もどうなるかわからん。西洋の獲物を取り入れていかんと取り残される気の。ほれ、見てみ、出口じゃ。わしの見立てはまんざらでもなかろう。手形を取りに安洞窟に行ったんじゃが、奴らに襲われてのう。脱藩が重罪とはいえ、はるばる土佐から追ってこんでも。浪人っちゅうのは自由じゃが、面倒なもんじゃのう。しかし、おまんも安洞窟に来て襲われるとはの。大方、あのじいさんに騙されたんじゃろ。まあ、このご時世じゃ、誰も彼も人を食い物にして生き延びることしか考えちょらん。誰かが新しゅうせんと、本国は暗いまんまぜよ。おまんの太刀筋、襲ってきた奴らと同じじゃったの。おまんもわしと同じ脱藩した浪人ちゅうところじゃ。わかる、わかるぜよ。国元でくすぶっちょっても何も変わらんきの。見えてきたき、おまんを連れてきたかったんはあっこじゃ。おまんも横浜を目指しとるんじゃろう。じゃが、手形がないとここで立ち往生じゃ。わしはの、手形はあの代官屋敷を根城にしとる賊どもの親玉がもっちゅうと睨んじょる。この辺の門をため込んじょるそうやきの。まあ手下もそこそこおるじゃろうが、おまんの腕なら造作もなかろう。どうじゃ、手形を取りに行かんかい。
そうコントの、わしの見込んだ通りぜよ。腕が鳴るわい。広い屋敷じゃのう。親玉はどこにおるんじゃ。
なぜ立ち止まる。じっくり選んでくださいよ。じっくり選んでくださいよ。お安い御用で。
お安い御用で。じっくり選んでくださいよ。どう？ごひいきに。